東京国立競技場です。 J1 シーズンは残りが10試合となりました。国立で未だ勝利がないマツダゼルビアにとっては首位をキープする大切な一戦となります。一方ヘグモ監督、突然の契約解除を決断したレッズ、復帰するスコルジャー監督にいい形でバトンタッチするためにはこちらも落とせない一戦です。いいタッチです。望月つながった、最後藤尾、荒木は中で待ち構えてました。中山のサイドチェンジからいいボールでしたね、中山のね。こう望月が出てる時の良さですよね。そうですね、高い位置取ってね。やっぱり高い位置取って裏狙うこともできますし、起点に作ることもできますので、まあいったね、一人でこう突破してクロスを上げ切るっていうところも彼の強みですよね。下田捕まります。前を向いて臨戦、ドリブル自分で仕掛けていきます。運んで右足、決定機でした。レッツここで白崎、下田のパス交換で捕まりました。町田、小泉の守備ですね。高い位置でボール奪ってそのままですからね。臨戦もうまくボール運びながらシュートコースよく見つけたと思いますね。今度は左足で下田が入れます。抜けた、西川、西川大きなセーブです今ね。簡単なボールじゃなかったと思いますけど、右足のアウトサイドですね。荒木、ナサンホ、中でクロスが入ってきた、ピンポイントクロス、お手本が中で待ち構えていました。1対1、セットした段階でそこにピンポイントクロスが入れば決定機、追いつきます。これを荒木が奪って左、ナサンホ、いいポジション取ってましたね。そうですね、やっぱりここでのねゴール前での強さっていうのはありますから。ナサンホから決定機、セカンドポストを狙ってそこに藤尾も突っ込んできました。石原もらってますからね、まあ、結構ディフェンスにしてみたら屈辱的な倒れ方ですよ ね、 すね、あれね、尻持ちされるというのは ね、 はい、右のワイドは鈴木純也の前にスペースを作ってます。下田ダイレクト、いいボール、いや藤尾です。もう浦和サイドにしてみたら完全に揺さぶられてライン下げさせられてますからね。人数は足りてるんですけどね。前線で桑山がターゲットになりました。中山がシンプルにその桑山へ、デューク、右に鈴木純也、低いボール、デューク、グランターの折り返し、鈴木からミチェル・デューク、
あえての低いクロスだったんでね、デュークの方が準備できなかった、準備できてなかったかもしれないですね。松尾が戻します。中央サンダラー、レッツ勝ち越し。消えていたディフェンスラインの背後から飛び込んできました。1対2です。87分、最後折り返した大畑は足がつってます。福田さん、オセ君の時と同じようにうまく隠れて出てきましたね。そうですね、やっぱ点取る選手ですから、自分の触るスペースっていうのはちゃんと開けながらですね、タイミングを測って、まあ、そこのいいポジション取りましたよね。スローインから今シーズンの8得点を挙げているゼルビア。柔らかいボールを使い、デュークバックエンドこぼれた。西川ですね、今ね。どこに逃げるのか、詰めてきた選手もいましたけれども。松尾行く、はいはい、松尾が行く、キーパーと1対1、かました。決定的な3点目。あ、ファウル取ったんですね。あ、そうですね、いらないプレーですね、裏サイドにしてみると、ね、全くいらないですよね。新田が下田北斗を引っ張りまして得点取り消し。必要のないプレーでしたね。必要ないプレーだよね。ボールには関係ないのでね。エリキ、エリキ。うわあ、西川ですね、また。うん、今ね、キーパーのボール直接ですもんね。ね、エリキね、コントロールして。こういったところの速さっていうのはね、エリキの特徴ですけども、しっかりとシュートコースに入ってずっと守ってきた首位の座を今節の結果によっては明け渡すことになるかもしれません。吉井マキタゼルビア、デューク行きます。繋がった、藤本へ、角度がない、折り返し、エリキ押し込んで同点。ないですね。粘ります、ゼルビア。デューク、藤本、そして最後エリキ。引き分けだけでは満足できないホームゲーム。いやー、すごいですね、うん、これ途中から入った3人ですけども ね、このデュークの強さと藤本が再三ね、裏を狙い続けてましたから、あそこに入られたらやっぱりディフェンダー追いぶらってもつききれないですよ ね、 そうですね、はい、試合終了、ドローゲームです。すごい試合でしたね。すごい試合です。最後 1-2 から1-3 にできるチャンスがあったレッツ、まあ、それが取り消されてエリキ同点劇。